こんにちは、トラスト企画の阿部ちゃんです。そして花です。秘宝です。何ですか？うちの車がですね、壊れました。え、この白の？違います。こいつは元気です。こいつは元気？こいつはいたって健康なんですけど、うちにもう一台ある奥さんの方の32が事故ったんじゃないですけど、エンジンが五輪中しました。心臓の部分が。そう、あのこの間ほら、あのロードスターの動画の冒頭でちらっとお話ししたと思うんですけど、なんか気になりますみたいなコメントいっぱいいただいたんで、まあ、ちょっと詳細をね、皆さんにお知らせできればなと思います。いやー、ショックでした。落ち込んでる。まあ自分の車じゃないけどね、うん、うちの家族の車なんで。そうですよね。もううちの次男だからね。あ、こっちが次男か、向こうが次男か。あ、そうなの。あ、こっち次女だった。次女ですよね。次女だった。まあ詳細をねお話しするんですけど、ある朝、日曜日です。お、ある日曜日の朝に、いやちょっとガソリンないんだよね、ちょっと入れこっかみたいな、2台で行ったんですよ。おー、仲良く。あの294の、あの茨城住んでる人分かると思うんですけど、294沿いのあのスタンドにね、2台でガソリン入れに行ったんです。はい。そしたら僕前走ってて、でちょうどガソリンスタンドに僕先入ったんですね。はい。で入ってこう給油口を開けようと思ってたら、もう1台の方がもう入り口で止まってんですよ。おー。でなんか変なウィーンウィーンウィーンみたいな音してるんですね。はって思って見たら、もう動いてなくて、ガソリンスタンドちょうど入り口のところで止まっててですね、何事かと思って見に行ったら、もうエンジンがオリンジュしてました。で普通にね、なんか踏んでたとかじゃなくて、本当に普通に走ってきてガソリンスタンドに入ろうとしたら、もうエンジンがストンって落ちてしまって、で、じゃあエンジンかからなくなった状況を撮りましたんで、こちらご覧ください。どうぞ。お、はい。と、まああんな感じで、もうセルがすっごく弱くなっちゃったんですよ。で最初エンジンかかんなくなっちゃったんで、あ、バッテリーかなと思ったんですね。セルがすごく良かったんで。で本来であれば正常な車のセルって今ご覧入れるんですけど、でちょっとタコメーターのあたり映してもらっていいですか。映、はい、るかな。これぐらいでかかるんですよ。うん。でさっきの動画だともうセルが明らかに弱くて、ウィーンウィーンみたいな遅い感じだったと思うんですね。でもこれはエンジンに何事かあったなと。ああ、そこで刺したんだ。これはやばいと思ったんですよ。やば。そこでもう正常じゃないのは分かったんで、で結局もうその場ではエンジンもかからなくてどうしようもなかったんで、保険の方のねロードサービスを呼んで、東京の方にもともと東京に住んだ時のかかりつけのショップさんがあったんで、そこで見てもらいました。お、はい。で、まあ、そこに行ったらエンジンはかろうじてかかったんですけど、うん、どういう魔法を使ったのか分かんない専門店ですごい詳しい方なんで、でその方に見ていただいた時の動画がこちらです。やばくないですか、あの音聞きました。ガタ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 ガチャ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 みたいな、あれがですね、もう鳴った時点でもうエンジンは終わったなと思いました。で健康なエンジンは吹かすと、何の問題もなくしっかりついてくるんですよ、うん。調子良さそう。うん。ああいう音が出てると。なので、もうあのエンジンを直して使うっていうことがおそらく不可能だと
ということになったんですね。で、エンジンは乗せ替え。乗せ替え。もうちょっと直すとかそういうもん問題じゃない。いやもう全然そんな、あの音聞いていただいたら分かるんですけど、もうダメです。やば。はい、で今ちょうどね、あのトラスト企画の方に入院してまして。あ、入院中なんですか。そうなんです。あの今エンジン下ろしてもらって、いろいろ作業してもらってる途中なんですけど、本当にね皆さん気をつけてください。いきなり来ますから。前兆はありません。原因とかは何なんですかね。原因はですね、タービンです。タービン。はい。RB26 ってあのツインターボなんですね、うん、皆さんご存知だと思うんですけど、その2つあるうちの後ろ側のタービンのこう排気ガスが当たる方の排気側のブレードがぼっ壊れまして、おもうガッタガタなんですよ。ガチャガチャガチャって動いちゃう。本当はそのタービンの吸気の方と排気の方ってこうシャフトでつながってて一緒に回ってるんですけど、そのシャフトがもう折れちゃって、こっちはもう遊んでるんですか、だからああ、そうなんですね。で、それで遊んじゃった破片がこう来て、なぜかエンジンに入っちゃうと。うわー、そういうね、ことがあるんですよ。うーん、でも、音聞いていただければわかるんですけど、明らかに、まあこのエンジンは正常なんで何も落としてないですけど、この辺聞いていただくともうガラ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 っていうね、はい、音がしちゃうんですよ。鳴ってる音が。そうそうそう。で、もうそのエンジンのタービンの破片が吸い込まれちゃって、で、こう中でシリンダーの中で遊ぶもんですから、さっきみたいな音がガッチャンガッチャンガッチャンと出てたと、うん、そういう感じでございます。ほんと急ですね、そうなると。いや困りますよね。で、本当にね、あのこのチャンネル見ていただいてる方、 RB26 のエンジン積んでる車に乗ってる方多いんで、本当に注意してほしいですけど、あの実はもう乗せ替えするにあたってもうエンジンも下ろして、新しいエンジンももう用意してあるんです。お、早い。そう、いやもうそこはトラスト企画なんでやっていただいてありがとうございます本当に。で、あのそのね状況のレポートもこの後お出ししますけど、その前にまず壊れたタービンのこの羽の感じ、うん、ちょっと皆さんにご覧いただきたいと思うんで、じゃあちょっと見てください、どうぞ。はい、どうなったか、俺もさすがに分かんないから、うん、はい、じゃあ実際にね、今エンジンを下ろしてる車中にありますんで、ちょっと見に行ってみましょう。お、はい、行きましょう。はい、ではですね、もうなんだかんだ言ってる間にですね、エンジンの方が降りておりまして、本当にメカニックの方にね、さっくりとエンジンを下ろしていただいたんですけど、見てください、32のエンジンルーム、エンジンないとこんなにガラガラでございます。本当にね、詰め込んでるって感じますよね、これ見るとね。エンジン補給類乗ってないとこんなにスペースがあるんだといった感じでございますけれども、まあ今のところね、普通にブローしたエンジンは下ろしまして乗せ替えすることになったんですけれど、まあ、それに付随してこういろいろね、エンジン下ろしてる間にしかできないこととか、あとはまあエンジン下ろすっていうことは当然ミッションもね一緒に下ろしてまして、まあ、どうせ下ろすんだったらクラッチも変えた方がいいんじゃないかということになっております。ちなみに今まではですね、ついてたクラッチこちらでございまして、 OS 技研のですねツインプレートクラッチメタルです入っておりまして、ものすごく重かったんですこのクラッチがね。で、これをですね、今ちょうどミッションもこういう感じで降りておりまして、この辺の消耗片パーツと一緒に変えていただくといった感じになっております。じゃあちなみにちょっとブローしたエンジン見てみますか、軽くね。はい、こちらがねブローしたエンジンです。買った時はね、特に何だろう、エンジン的な不具合とかそういったところはないよっていう風にね説明を受けてたんですけれども、見てみるとね、結構突っ込みどころが満載なエンジンになっておりまして、まずね
まあ、今回のエンジンブローの直接的な原因としてはこのタービンブローが、まあ、原因としてね引き起こされたんですけれども、まあ、タービンブロー後ろ側のタービンの、エキゾース排気側のブレードが飛んでしまってこの破片がエンジンに、まあ、吸い込まれてしまったと言った内容になってるんですけれど、まずねこう見ていただくと詳しい方は分かると思います。前側3-4のボールベアリングのタービンで、後ろ側が3-2の純正タービンです。これこんなことあっていいのかっていう感じですよね。ツインターボなのに片方だけ3-4のタービンがついてて片方が3-2のタービンで、結局ブローしたのが3-2の方のタービンっていう感じになってます。でもうねこっちのタービンも見えるかな、結構もうねガッタガタなんですね。軸がねもうラジアル方向もスラスト方向も結構ガタガタです。で後ろ側のタービン、後ろ側のタービンはまだブレてないですけど、後ろあのブレードはもう飛んでますんで、もう終わってると。でね各所からこういった感じでオイル漏れがひどいです。でここ見ていただくと分かるんですけど、ガソリンももうべっちゃり、クランクシール付近からもかなりオイルが漏れてるといった感じのものになっております。デフのオイルシールからも漏れてますね。本当にね中古車屋さんで買ってくる車ってどういう経緯だか分かんないんですよね。まあ、なのでこの車、こっちの車もあの一応 GTR 専門店っていうところで買ってるんです、中古で。まあ、なんですけどそのなんだろうな、整備のレベルとかそういったところが分からない車に関してはこうなってる可能性があるんで、皆さんね本当中古車買うときは注意してください。じゃじゃーん、ニューエンジンでございます。こちらはねあのトラスト規格の方に在庫してあったエンジンになってまして、元の車両の、あの走行距離とかそういった細かい記録がしっかり残っている車のエンジンでございます。でそれに合わせてですね、積み替えの時エンジンを下ろしている時でしかできないこういった、ウォーターホース、エアホース、あとは今回タイミングベルトも新調しまして、カムシールですとかクランクじゃないやカムシールとかテンショナー、ウォーターポンプ、この辺も変えていただいております。で今インマニの方は外れてるんですけど、まあ、ガスケット類はこういう風なメタルでね組み直していただいてるといったところです。こちらのクランクシールも新品、ヘッドカバーのガスケットもしっかりと変えていただきました。で組むクラッチはですねこちらの純正の、プッシュ式ですね。この車後期なのに前期ミッション乗ってて、こっちの日産純正のクラッチをつけるといった形になっております。結構なね出費ですよ皆さん。まあ後で詳細な値段とかはお伝えしますけれど、目ん玉飛び出します。まあ車両側の状況は今こんな感じですね。辛いっす。まあ僕より僕の奥さんの方が辛いですけど今ね、はい。まあ、本当オイル管理しっかりしててもああいう風になっちゃうことがあるんです。ただ走行距離はもう17万キロぐらい走ってて、まあ、それを承知で買ったんですけど、今ご覧いただいた通りこうエンジンのついてる部品とか整備の状況とかが全くなんかデダラメな感じなんですよ。買った時に、そう、もう買った時からやで、ほらさっきも動画で言いましたけど、タービンが何ついてるかなんてエンジン下ろさないとあんま分かんないんですよね。見えないですよね。そうだからまさかね前が3-4のタービンで後ろが3-2のタービン違うのついてるとは思わなかったし、
いくらね専門店で中古車買うって言ってもそうやって売られてしまう場合があるんで、皆さんも気をつけてください。で本当にまあ、トラスト規格で扱う車に関してはしっかり僕らが見てますんで、その辺は安心していただきたいんですけど、まあ、町の中古屋さんとかあんまりねその評判良くないお店で買っちゃうとああいう車引いてしまう可能性もあるんで気をつけてください。でもなんかもしねエンジンに関して不安なこととかここ分かんないみたいなことがあれば、前もお伝えしましたけどなんか走行距離とか調べられるシステムとかもあったりするらしいんで、まあ、その辺も問い合わせいただけたらと思います。でこのね一連のエンジンの世界に関してかかった費用皆さん気になると思うんですよ。いやだってエンジンだけでもすごい。そうそうそう、まあエンジン単体はねそれなりにするのはそうなんですけど、まあ、例えばなんか皆さんが同じような状況になってこうエンジン乗せ替えちゃう乗せ替えたいって言った時にどれぐらいの費用がかかるかとか、うん、あとは一緒に変えた方がいい部品みたいなのも今回フルで変えてもらってるんで、はい、こうなんていうの下ろしてる時しか変えれない部品とか結構あるんですよ。ああもうついでにみたいな。そうそうそう、まあ、そういったところもご紹介できればなと思ってるんで、この動画はもうちょっと続くかな。そうですね、はい、なかなかないですもんね、はい、エンジンを下ろすんで、ね、だんだんこう僕ね他の動画にも出るっすけどだんだん僕痩せてったらお金なくて食べてないんだなと思ってもらえば今回のでそうちょっと、ね、エンジン乗せ替えダイエットしようかなと思って乗せ替えたいやばい、まあ、今回なんか個人的な動画の内容になっちゃったんですけど、ちょっと皆さんにもお伝えしたいなと思って収録したんで気をつけてください皆さん。はい、まあ、詳細聞きたい方は問い合わせていただければ LINE とかやっていただければお答えしますので、お、はい、トラスト企画の、ね、公式 LINE あるんですよ。ありますよね、うん、ホームページの方から登録できるんでよかったら登録してもらって励ましの声とかげっそりしましたねってお待ちしてますんでよろしくお願いします。はい、はい、もうちょっとあんま今日喋れない、悲しくて悲しい話を締めてということで終わります、はい、ありがとうございます